どうも、です。えー、今回はですね、ディスコードで、えー、っと、先端視聴者サーバーっていうのを作ったので、その説明をしようと思います。はい。えー、っと、ディスコードっていうのは、まあ、スカイプとか、まあ、LINE とか、通、ま、話、あ、ツ,ツールですね、基本的には。えー、で、めちゃくちゃ便利です、えー。広告ないですし、音質いいし、あと、 まあディスコードを使ってる人ならわかると思うんですけど、まあ、便利です。めちゃくちゃ。画面共有もしやすいし、えっ、ー、と、通話、いつ入っていつ抜けてもいいみたいな感じなので、本当にね、だらだら過ごすには最適ですね。ディスコードは僕ね、毎日使ってますね。起きたらまずディスコードを確認するみたいな。で、連絡とかももうディスコードのメッセージでやってますね。ゲーム界隈でかなり使われてるって感じですね。 あの知ってる方はいるか分からないですけど、混ぜるな危険人狼っていうのを過去やったんですけど、そういう人狼とかでも,もう使ってますね。すごくこう、扱いやすいえ。文句なしです。マジで文句なし。で、月1000円払ってプレミアプランみたいなのがあるんですけど、それに入ってますあの。データの共有がしやすくて、あのやりやすいので、はい。とか、まあこれなんですけど、これディスコードなんですけど、 のの時のアカウントなんですけど、GoLive、ね、って機能がねあって、ゲーム配信みたいなのができるんですよ。これ見ながらあの一緒に喋れるみたいな。配信するならディスコードでやればいいんじゃねっていう、しかも画質の神なんですよ。もうめちゃくちゃ綺麗っていうね。それはいいとして、えっと、まあそういう感じです。はい で、えっと、そこでね、あの、まあ、先端リスナーサーバーっていうのを作ったんですけど、えっと、まあ、メインはですね、まあ、通知ですね。YouTube ので生配信してるんですけど、その生配信の通知がね、なかなかいかないんですよ。チャンネル登録してくださってる方で、なんか通知設定しても、なんかバグでいかないみたいな。しかも最近、なんかこのね、トップに、あの、 配信中ですっていうのが出ないバグみたいなのがあって結構致命的なんですよ。っていうのもあってあの、まあ、ディスコードそのグループまあそのグループみたいなのを作ってえっとまあ例えばここでえっと今から配信始まるよみたいな。って言ったらえっとここに参まあ僕しかいないですけどこのサーバーこのサーバーに参加してる、まあ、グループに追加されてる人に全員通知がいって お、今から始まるんだ、みたいな。まあ、例えば、いつもは、まあ、後で、まあ、見るんですけど、まあ、こういう、こうやって、えっと、URL も貼られて、まあ、飛べばもう配信見れるみたいな。まあ、これはちょっと URL 違いますけど、まあ、そんな感じです。で、えっと、まあ、やり方としては、えっと、まあ、最新のアーカイブ、まあ、多分この動画の、あの、概要欄にも書いてると思うんですけど、えっと、これの、 ここでディスコード、こ r d これ飛びます。でね、あ、こうこここう、こう参加するとか、なんか招待を受けるみたいなのがあると思います。で、えっと、アプリを入れてください。あの、スマホの人も、はもちろんなんですけど、あの、アレの人もねあの、パソコンの人も、あのアプリあるんで、これ入れてください。で、も d ディスコードをもうね、使ってください。こ,うこれから通話するときは、ずっと。 もうめちゃくちゃいいっすよ。もう離れられないですね。無料でできますんでね。あのプレミアプランみたいなのも一切入る必要ないっすも。もう超贅沢。まあデータのね、やり取りをする人が多い人とか、まあ配信者の人とか入ってる人結構いたりするんですけど、まあそれは入る必要ないっすね、基本。入んなくても、まあ、不自由ないっすねで。まあこれに参加、ちょっと待ってよ。えっと、参加者が映っちゃうか。ちょっとこうやった方がいいな。 こんな感じで,で、えっ、ー、と、ここでですね、いよいしょ。こんな感じで、あのー、配信開始したいあたり、まあ、きね、早速、11時にやったんで、まあ、みんなにね、知らせるよっていうコマンドを使って、まあ、Twitter みたいな感じでね、でこれで結構便利で、分かりやすかったっていう感じで、生配信ね、来てくださる方、結構いらっしゃったんで、 で、まあ一応ルールも書いてるんですけど、まあ、何らかのトラブル、なんかね、まあ、グループ DM で、ね、なんかトラブルとか、もしかしたら今後あるかもしれないなってことで、まあ、一応ね、区切させておきます。もしなんかトラブル起こした人とかは、もう全員、もうサーバー退出してもらえますし、まあ敵にとしますと。では、まあ、僕にフレンドリーク、まあこうにね、は、ね、い、通知飛ばすよとで。もし僕が、えっ、ー、と、配信開始ツイートを飛ばしてこねてたら、誰か代わりによろしくと。ね、スタンプ。 こんな感じです。はい。便利、ディスコード。ツイッターをやってない。まあ、ツイッターやってる人は、僕のツイートを通知してくれたりしてる人もいると思うんですけど、まあ、これ確実かなと一番。まあ、LINE になんか毎回来るみたいなイメージかな。イメージ的には。通知が。はい。感じですね。まあ、わかんないことあったらコメントとかで聞いてください。感じかな。はい。ですかね。基本的にはもう通知用だけですけど。 今後どういう使い方するかわかんないですけど、まあいろいろね、やりやすいかなと思いますんで、はい。で、誰でも入ります。あの参加条件とかないです。で、し、まあなんか、どうでもいいよと思ったら抜けても全然、はい、構いませんので、あの、特にね、出たり入ったり、その通知とかもね、あの、別にしてないませんので、はい、この人が入ったとか、この人抜けたとかもわかんないようにしてますので、はい。よければ入ってください。はい、そんな感じですね。 あと、えっ、ー、と、まあ、そうね、あの、YouTube の調子が悪くて、まあ、OpenREC っていう、まあね、この前話したんですけど、OpenREC のっていうサイトでやるよとか、まあ、もし今後、万が一収益化が剥奪されたとか、えっ、ー、と、生配信機能が停止されたとかいう時とかは、他のサイト、まあ、多分 OpenREC になるんですけど、OpenREC の、あの、URL とか、まあ、配信開始した時の通知としてこれ使うとか、ま、いろいろな使い道あると思うんで。 はい、ぜひ、えー、入ってください。まあ、入んなくても全然大丈夫です。もうそこはお任せします。まあ、入ると、まあ、通知を確実に受け取ることができるよって話ですね。はい。って感じですね。以上です。はい。えー、今後ともね、先端教書の応援のほどよろしくお願いします。生配信もね、ぜひ来てください。動画しか見ないよーっていう人は、生配信もね、見てくれれば幸いです。以上です。